ことぶきやヘキサギアシリーズの飛行ユニットウッドペッカーの紹介になります。こちらのは、完成するとこういうような状態で、パイロットになるガバナーと、その飛行ユニットの組み合わせになっております。で、部品の方はこちらの方になります。ことぶき屋の方はマルチカラープラスチックになるより、これも基本的に、組み立ていただければパッケージに近い色合いが出るようになっております。こちらは、カラーチャートですね。で、部品になりまして、でまずウッドペッカー本体を組み立てる時に、通常タイプの胴体かもしくはオープンタイプの胴体が選択して組み立てていくようになります。でこちらが、通常タイプのフレームの組み立てですね。でこっちがオープンタイプのフレームの組み立てになります。でこちらが左腕、あと右腕、左足、右足の組み立てと進みまして、ここはまあ紹介ですね、本体の。でそれを合体させます。あとはまあこういう部品の動き方とかの説明がありまして、でこれがパイロットになるガバナーの組み立てになります。でここが、搭乗のさせ方の説明になります。あとは、応用例としてフレームアームのいろいろ部品を使ってこういう別のロボットみたいのを組み立てたりとかしたり、あとはこれには載ってないんですけれども、ハンドスケールのフレームアームガールとかも登場させることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。